の YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェアよろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップと動画の画面の下にある、サンクスボタンからも応援よろしくお願いします。旧 Twitter の X も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふから、本年に入っても良いことなしか、あの鳥山明先生まで亡くなってしまうし、本当に踏んだり蹴ったりだぜ。最近、本当に最近は有名な人が亡くなることが多いわよね。ああ、ご近所で飼育していた鶏のピーブトまで亡くなっちゃったしな。その後、美味しくいただきましたけど。それは絶対に悲しんでいませんよねー。いやいや、悲しんでるぞ、間違いなく。まあ、それはさておき最近、実は日本で亡くなる人が、増加傾向にあることが厚生労働省の人口動態統計で分かってきたのよ。やっぱり気のせいじゃなかったんだな。これは新型コロナ感染症が発生してから、起こり始めたもので、ある程度、新型コロナ感染症緩和したはずの。現在でも未だに、この現状は変わらないのよね。そして、この立て続けに起こっていっている謎の大量死の原因を、政府は明確化できていないわ。おいおい、明確化されていないってさすがに怖すぎだろ。だから視聴者の皆様にも日本で多くの人々が亡くなっているという、この異常事態のことをよく知って備えていってほしいのよ。ああ、確かに、これは知っておかないとまずそうだな。よし、早速教えてくれよ霊夢。任せておいて。というわけで今回は現在、日本で発生している謎の大量死と、その詳細について解説をしていくわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。しかし、最近は本当に突然、亡くなった有名人ってとても多い気がするな。SNS や YouTube、X など、様々な媒体により有名人が増えたってことも、一つの要因かもしれないけど確かに最近はよく有名人の訃報を耳にするわ。なら私も気をつける必要があるか。何を気をつけるの？決まっているだろ。世界中のファンが悲しまないようにいつまでも私は、健在であらねばってことだよ。へから、そからなんですねーから。まあ、そんなことより有名人って、どのくらい亡くなっているんだ？言われてみれば、それは気になる部分よね。それではまず新型コロナが蔓延し始めた2020年に亡くなった有名人の、ことから話していこうかしら。まず1月が政治家の三宅由紀子氏、54歳、俳優の宍戸錠氏、86歳、ロッテグループ創業者である重光武雄氏、98歳、歌手のあずさみちよし、76歳、野球選手にして監督である野村克也氏、84歳、元日本の証券ジャーナリストである中江茂樹氏、66歳、有名芸能人の志村健氏、70歳、ウェールズ生まれの日本の作家である C.W. ニコル氏、79歳、映画監督の大林信彦氏、82歳、俳優の志賀孝太郎氏、71歳、女優の岡江久美子氏、63歳、元外交官の岡本幸男氏、74歳、狂言師である前菊富太郎氏、40歳、大相撲の力士である勝負師幹事氏、28歳、女子プロレスラーの木村花氏、22歳、俳優の三浦春馬氏、30歳、ファッションデザイナーの山本寛斎氏、76歳、歌手の広田美恵子氏、73歳、俳優である渡哲也氏、78歳、オタク評論家の宅八郎氏、57歳、政治家の須藤仁一郎氏、81歳、芸人の内海恵子氏、97歳、タレントの岸辺史郎氏、71歳、女優の芦名聖氏、36歳、俳優である斉藤洋介氏、69歳、俳優の藤木隆氏、80歳、女優の竹内優子氏、40歳、漫画家である松本泉氏、61歳、作曲家である堤恭平氏、80歳、ファッションデザイナーの高田健三氏、81歳、俳優の森川忠久氏、67歳、物理学者の小柴正俊氏、94歳、歌舞伎俳優の坂田藤十郎氏、88歳、俳優である久保寺明氏、43歳、元大阪市議会議員の船場太郎氏、81歳、女優である金城真菜氏、24歳、コメディアンの小松政夫氏、78歳、僧侶にしてタレントの小田武道氏、68歳、女優である浅香光代氏、92歳、フット
ットサル選手である久光重隆氏、39歳、作詞作曲家にして歌手の中村康氏、81歳、歌手にして俳優である今井雄三氏、43歳、落語家の林家こん平氏、77歳、声優の並木真一氏、50歳、作詞家の中西玲氏、82歳、参議院議員の畑雄一郎氏、53歳などなど、2020年だけでも、かなりの数の有名人が亡くなっているわ。驚いたぜ。新型コロナウイルスが流行したての頃で志村健氏などといった、有名人がどんどん亡くなったのは知ってたけど、まさかこんなに多くの有名人が亡くなっていたとは思わなかったな。私も最初このことを知った時は本当に驚いたわよ。それ以降も正直、多すぎて全員は難しいから2021年以降は、一部の有名人を紹介していくわね。それで2021年は歌手の坂本すみこ氏、85歳、俳優で声優の森山修一郎氏、86歳、元大相撲力士である麒麟寺和春氏、67歳、政治家の東郷哲也氏、49歳、柔道家の古賀成彦氏、53歳、俳優の田村正和氏、77歳、音楽家の泉博隆氏、62歳漫画家星野亀井氏、58歳、大相撲力士の恐竜氏、28歳などね。ふむふむ、なるほどな。それで2022年は ?2022 年は漫画家の水島新司氏、82歳、作家にして、政治家の石原慎太郎氏、89歳、歌手兼俳優の西郷輝彦氏、75歳、俳優の渡辺博之氏、66歳、お笑いタレントの上島竜兵氏、61歳、俳優の島田陽子氏、69歳などかしら。なるほど。それで、それ以降はどんな感じなんだ?2023年は元プロ野球外野手の門田博光氏、74歳、マグニチュード BS アナウンサーの高井美希氏、55歳、トヨタ自動車名誉会長の豊田翔一郎氏、97歳、大食いタレントの菅原初義、59歳、元バレーボール男子日本代表の藤井直信、31歳、映画監督の中島貞夫氏、88歳、元中日投手である杉下茂氏、97歳、振付師の夏真由美氏、61歳、元野球選手の横田慎太郎氏、28歳、といった感じかしらね。で、2024年は俳優の坂本長俊氏、94歳、ラリードライバーの篠塚武二郎氏、75歳、プロボクサーの坂間かなむ、20歳、女優の長田奈緒、56歳、声優の TARAKO 氏、63歳、漫画家の鳥山明氏、68歳などになるわ。イラストレーターの猪俣睦美氏、63歳、プロレスラーの吉江豊氏、50歳。まさか、こんなに有名な人々が亡くなっていたとは、正直、残念で仕方がないぜ。しかも2024年はまだ始まったばかりなのに、もうこんなに、亡くなっているのは何か違和感があるな。それに、こうしてみると亡くなった原因が新型コロナ感染症だったと、仮定した場合、こんな70歳未満の有名人が意外と亡くなっていることには、少し違和感を覚えるぜ。まあ、各都市での亡くなった有名人を全員紹介しているわけではないので、断言はできないんだけど、厚生労働省が発表している人口動態統計によれば、有名人に限らず日本で亡くなっている人の数は年々、急増傾向にあってね。2022年1月から3月には約42万人が亡くなっているの。ちなみに、これは2021年度に比べ 10% 増。要するに約3万8000人も増えているってことね。おいおい、とんでもない話だな。さらに2022年の1月から6月までには約77万7000人が亡くなっているわ。こんな風に亡くなっている人は年々増加傾向にあるのよ。ふむふむ、そうなのか。また、それに合わせて超過死亡も年々増加傾向にあるの。なんだよ、超過死亡って?超過死亡というのはね、通常は感染症が主に決められた基準値でね、熱波や寒波などの異常気象や災害、戦争、喫煙や大気汚染、肥満等の、様々な死亡に適用される基準値のことよ。簡単に説明すると例年から予測される亡くなった数と実際に報告されている、亡くなった人の数を比較して設けられた基準を超えた場合、超過死亡って扱いになるわ。要するに規定値をオーバーした状況ってことか。まあ、そんなところね。というわけで次は年々増加している超過死亡の現状について話していくわよ。しかし、本当にびっくりだぜ。
亡くなっている有名人が私の想像よりはるかに多いとはな。これからの日本はどうなってしまうのか。そんな不安が脳裏をよぎるぜ。うん、本当にそんな不安は拭えなくなるよね。ああ、このまま日本で人がどんどんお亡くなりになっていったら、私の行きつけのお店まで閉店してしまう危険性もあるからな。危機感の規模が小さすぎやしませんかねー。何言ってんだ。不安に大きいも小さいもないだろ。はあ、そうですか。それより、超過死亡のことなんだけど、2022年度の共同通信によると、その増加の要因として新型コロナウイルスに関する直接死の他にも、感染者が多すぎたせいで医療機関に余裕がなくなったことが原因だったとか、外出抑制などの生活習慣の変化により持病が悪化したケース、あとは経済的な困窮により自ら命を絶ったケースなどの間接的なことが、原因の場合もあったみたいなの。それは痛ましい話だな。ええ、全くだわ。それはそうと2012年からの人口動態統計データを用いて、新型コロナウイルスが有効期以降である2020年1月から人が亡くなっている。人数を都道府県別に算出してみるとこんな感じになるの。おいおい、このグラフだと全県の亡くなっている人数の数値が、予想値の3倍以上も上回っている状態になっているじゃないか。確かに東京なんて予想では6300人程度なのに実際は2万人に近い人数が亡くなっているものね。これは本当に恐ろしい事態だと思うわ。ちなみに亡くなっている原因にはいくつかあってね。新型コロナウイルス以外の原因1つ目は呼吸器系の疾患によって亡くなってしまうというものよ。呼吸器系の疾患って風邪とかインフルエンザの影響か？さあ、それはどうかしらね。現状では断言とかはできかねるわ。二つ目が循環器系の疾患によって亡くなってしまうというもの。三つ目は悪性の癌によって亡くなってしまうというものになるわ。それで四つ目は老衰によって亡くなってしまうというものね。そういえば有名人でも70歳以上の年齢の方で亡くなった人が結構いたな。ええ、80代の方や90代の方なら老衰が原因の可能性も高いんじゃないかしら。そして五つ目は自ら命を絶ったというものになるわ。最後の要因だけはさすがに受け入れがたいぜ。何か方法はなかったのか。本当に、それしか選択肢はなかったのかと、どうしても、考えてしまうんだよな。もう今更のことかもしれないけど正直、私もそう考えてしまうことがあるわ。ちなみに2023年の4月のみ過去の4月と比較した場合、県によっては、超過死亡となった州はあったものの、基本的には例年に等しい数値だったみたいよ。もっともこれは悪性の癌と老衰を含めない場合の数値なんだけどね。また、新型コロナウイルスのパンデミック発生当時は、専門家たちが48万人の人々が亡くなる警告したため、経済的な打撃を受ける覚悟で政府は緊急事態宣言を3度も行っているんだけど、なぜか、それでも2022年までに30万人もの人々が原因が明確でない理由で亡くなっているのよね。ちなみに2023年1月時点で、新型コロナウイルスが原因で亡くなった人々は、累計で約6万2000人くらいなんだけど、そうなると色々と計算が合わなくなってくるのよね。確かにそうだぜ。この話からすると新型コロナウイルスに関する対策をしているのに、新型コロナウイルス以外の原因で亡くなる人が、増えてるってことになるものな。しかも新型コロナウイルスで亡くなった人数に関するカウント基準がかなり、大雑把で、末期癌で亡くなった方の遺体を検査し、新型コロナウイルスが発見された場合、それが新型コロナウイルスが感染して亡くなったという扱いになってしまうのよ。なんだよそれ？それだと完全に、新型コロナウイルスによって亡くなった人を、多いように見せようと、こじつけているように感じるんだが。これは明らかにおかしいよね。でも、この判断基準にはもっとひどい事例が存在しているの。実はね、交通事故で亡くなった場合でも亡くなった人の体内から、新型コロナウイルスが検出された場合、それは新型コロナウイルスが、原因で亡くなったと判断され、新型コロナウイルスが原因での死亡に、カウントされてしまうのよ。おいおい、さすがにそれは無理がありすぎるだろ。明らかに判断基準がおかしいぞ、これ。そう思うでしょ？だからニュースでも、こういった状況を伝える際、交通事故で、亡くなった男性から新型コロナウイルスが検出されたため、新型コロナウイルスに感染していることが判明し、新型コロナ感染症で亡くりましたまとな感じで報道されてしまうのよね。
はぁ、言っている意味が全くわからないんだが、それの報道をそのまま鵜呑みにした場合、交通事故で亡くなった人が、その後さらに新型コロナで亡くなったって意味になるんだけど、つまり、その人は2回亡くなったってことになるってことか。やっぱり、そう思うよね。しかも、この謎の大量死に関しては政府や企業も現在、完全にスルー、見て見ぬふりをしているのよ。これは明らかにおかしい話よね。新型コロナの流行時は散々、対策を行ってきたのに現在、発生している謎の、死者増加に関しては原因究明もせずに完全に無視とか明らかに異常だと思うの。ああ、新型コロナウイルスによる犠牲者数を水増ししようと、していたことといい、謎の大量死に関する原因究明を行わないことといい、政府はいい加減なことばかりしているように感じるぜ。うん、しかも今まで言ったコロナ対策も科学的に考えたら、合理的ではないことは明らかよね。このコロナ対策を行った以降から超過死亡の数値が一気に急増し始めたんだもの。正直、効果があったとは思えないよね。結局、政府は当てにならないから自分でしっかりと、情報収集して自分の身は自分で守らないといけないってことか。現状から考えて政府は国民の安全よりも自身の利益を、優先しているみたいだから政府の思惑に巻き込まれないようにしていかないといけないわ。確かに、この状況から考えれば政府は国民を騙そうとしているのは明白だよな。というわけで最後は出生数は減り続けているのに、将来推計人口が増えているという謎の状況について話していくわね。出生率が減っているのに将来推計人口が増えるって、どういうことだ？要するに未来には人口増えますって話か？でも、そんなことって本当に可能なのかな？あ、わかったぞ。きっと未来の私たちは分裂して増えれるようになるんだな。私たちはプラナリアじゃないんですけど。まあ、そんな危険な妄想はさておき現在の日本の人口は、急激な減少傾向にあるの。その理由の一つが結婚しない人が増加したからよ。それゆえに現在の日本の出生率は極端に低下していてるの。なんで結婚しなくなったんだ？実は現在、若年男性の大半が経済的な困窮状態になっていて、結婚したくてもできない状態にあるのよ。それはなんとも世知辛い話だぜ。まったく、現在の政府は何かあれば理由をこじつけて増税増税だからな。少しは役に立つ政策を考えて実行してほしいものだぜ。それに関しては私も同意見だわ。ところで出生率が減っているのに将来推計人口が増えているというのは、どういうからくりなんだ？それはね、日本の外国人人口の増加を見込んだ上で未来の人口数を増加させたものなのよ。つまり、外国から労働者や移民等を何かしらの制度や政策でなんとか、人口増加の流れに組み込もうという楽観的に考えた結果なの。現状を見たら日本では多くの人たちがどんどん亡くなっているし、結婚しないから子供も生まれないからため出生率も増加してないよね。そうなると、人口は減少の一途をたどっていくでしょ？その結果、当然、政府が得られる税金は少なくなるわ。なので外国人をターゲットにして外国人が増えていくから、未来の日本の人口は増加傾向にあるという強引な理屈をこじつけたんでしょうね。もっとも、こんなインチキ将来推計人口なんて普通に考えて根本的な解決にはならないでしょ。それは当然だろうな。こんないい加減な物事が解決するなら誰だって道理を通さないで、ゴリ押しするだろうぜ。まあ、そうでしょうね。そして、こんな最悪な状況に関わらず政府はまたもや理由をこじつけて増税案を出しているのよ。その増税というのが、28年度に保険料を一人当たりの平均月額350円から、950円を増額するというものなの。ちなみに政府はどんな名目で増税すると言っているんだ？政府は少子化対策拡充の財源として、2026年度から保険料を増額すると言っているわ。経済的に厳しくて結婚する人が減少しているから、子供が生まれなくて少子化が進んでいるのに保険料を増税して、少子化対策を行うだと、なんなんだよ、この頭の悪すぎる発想は、こんなの日本に住む人たちがさらに経済的に苦しくなって、少子化をより悪化させる決まっているだろ。私もこの発想はどうかしていると思うよ。なんか借金を返すためにさらに借金をする感覚に似ているよね。ああ、その先にあるのは間違いなく今以上に苦しい、経済状態だろうな。こうなってくると政府は増税するために言っているだけで、
何の対策もする気がないんじゃないかと思えてくるぜ。インボイス制度にしたって明らかに税金を集めるために、こじつけただけだもの。ここまで来ると政府は国民のことを全く考えていないんでしょうね。結局、現政府は国民を食い物にして自分たちだけは潤った生活をしようとしてるだけか。本当に性根が腐っているぜ。真剣に日本のことを考えている政治家はいないのかよ。現状を見る限り、いないとしか思えないわ。だから政府はもちろん、テレビやメディアも本来、危険に対して、日本国民が備えられるように芸能人のスキャンダルなんかではなく、もっと有益な情報を流すべきなんだけど現実は、そういったことをしないどころか、みんなを騙すような虚偽情報を、バンバン報道しているのよね。まったく、メディアも災害への対策に関する情報や、確実に必要になる有益な情報をもっと報道すればいいのにな。残念ながら今の政府もメディアも本来持ち合わせているべき良心が、欠如してしまっているもの。結局、自分たちの身は自分たちで守るしかないわね。しかし、今回の一件でも思ったんだが、政府の身勝手さは年々、悪化しているように感じるよな。私もそう思うわ。そして、この増税が個人の私腹を肥やすために言っているものだとしたら、完全に犯罪になるよね。ああ、正直そういった身勝手な増税であって欲しくはないぜ。早く、日本のことを本当に考えている良心を持った人が、現れて欲しいものだな。私もそんな人が現れることを切に願っているわ。それじゃ今日はここまでなんだぜ。また次の動画でお会いしましょうだぜ。ご視聴ありがとうございました。